足の速さは定評があります村田が一塁。スライダーシュート横の変化もありますのでね、うん、はい、ここはデッドボール気にせず投げれると思いますんでね、シュートとかでも全然、はい、面白いと思いますよ。これも外れた、うん、もう明らかに狭くなってきてるからね、スライダー、そうですね、はい、この1球初球もそうですよ、あの序盤と違いますよね、はいはい、うん、さっきのあの麻酔の時もそうですけど、ね、あれを上げなかったらもう、うん、まあ、こういう安藤君みたいなピッチャー厳しくなりますよね。あ、そうですね、あの出し入れでね、その球強さで勝負するタイプじゃありませんのでね、はい、ちなみに安藤のクイック 1.26 なんで、はい、あの走ろうと思えば村田ならセーフになりますね。あ、まあ、あとはね、ブランダにかけるかオビギーかけるかだけの。打った右中間飛び込んだ、サヨナラホームラン、ミランダに出ました、ミランダサヨナラツーランホームラン、ミランダのサヨナラは来日初、第8号が貴重なサヨナラツーランホームランです。札幌ドームの阪神との交流戦第1ラウンドを制したのはミランダのバット。能見の前に苦しんだゲームを大谷の一発、ミランダの一発で決めました。9回サヨナラ、会心の勝利でしょうか、栗山ファイターズ。いやー、そこでミランダとの勝負を選んだバッテリーですが、三山さん、ものの見事に打ちましたね。そうですね、あの、まあ、打ったミランダが、ね、立派ですけども、はい、やっぱり安藤ちょっと弱気の虫が走ってたかなという感じは、あの、否めませんね。そうなんですか、はい、やっぱ腕の振りが本来のものではなかったと思います。厳しいボールをボールとされ、亀山さん、はい、最悪の結末になりましたね。いや、だからどうしてもアダルトも出したくないので、少し少し、はい、あの、誰だと途中で言いましたね、ミスを、はい、ノーミックの時ですね、はいはい、ミスを外にする分にはいいんですけど、はい、もうあれ以上外は一切取ってもらえなくなると、はい、どうしても中へ中へ入ってきますのでね、はい、ボールボールなんで、まあ、バッターも思い切って張ったところに来たっていうのもあるでしょうけど、はい、まあ、ただミランダも見事に仕留めましたね。一歩間違えた時のあの怖さっていうのはやっぱりあるわけですもんね。いやー、だけど野球の面白さであり難しさですね、はい、これ本当にそうですね、能見にしたってあの大谷の1球だけですしね。そうですね。あ、いやー、まあ、でもね、あの、本当最後安藤ちょっとかわいそうなぐらいね、ストライクゾーン狭くなったんですけども、ね、はい、その中で、はい、でもフォアボールでもいいんだというね、気持ちがあればまた変わってきたかもしれませんけどね。まあ、結果的にあれ、亀山さん、真ん中にボール行っちゃいましたもんね。ただもうね、取りに行かないと仕方ないとあ、エイヤーになってしまうとダメなんですよね、ここは。あ、もうそれこそ三山さんがさっき言いましたけど、フォアボール、フォアボール、フォアボール、はい、あ、今3つだったら押し出しになっちゃいますけど、あの、はい、出た後、あと2つ、フォアボール、はい、フォアボールでもいいという。いや、仮にですよ、フォアボール、フォアボール、フォアボールで押し出しでもね、次の試合のことを考えたらまだマシなんですよ。あ、そうなんですか。それだってホームランだったら向こうのチームは気分いいし、打った本人は調子づくし、あ、それファーボールだともう嫌な気はするけども、はい、あんまりその選手が調子は上がらない、はい、そのあ、そうか、そうなんですよ。だから、まあ、どうせ負けるんだったら嫌な気分だけど押し出しがいい時もあるっていうのをね、あ、ケースによってはね、あるっていうことも考えた方がいいと思います。